こんなもの食えたものではない、はあ、次回もここのお弁当にしましょう。半分も食べてるってことはそこそこうまかったってことだ。それが師匠に対する態度か。休むので済ませようって。コンビニで待ち合わせな。勝手に決めんな。やば、失敗した。おい待てよ。太田、甘いもの好きだよね。ああ、この2つ今月の新商品なんだ。試さないわけにはいかないだろう。けど太田、ストロベリーデニッシュって顔じゃないから売店のおばさんびっくりして。そろそろ隠れば。いや、いい加減その反応見飽きたわ。マシキはそういうのじゃないって。それも聞き飽きたね。エロ、時間がかかったの。往復5キロもないじゃろ。何時間も車に乗った後だもんな。いくら匠でもバテるよな。父さん、本当にそう思ってんの？え、なんだって？せっかくの夏休みだって言うのにな。お店の手伝いは子供の頃からだよ。それでもあの時変わったのは確かだよな。管理人さんは何でもできて、寮のことは全部一人でこなしているらしい。よし。美人だし、とても優しい。ただ、あ、来た。男扱いしてくれる気配は昨日ちゃんと買っておけばよかった。うん、これは使える。